はいどうも三田です。今回は1時間で11万3000の経験値。レベル176まで上がるゾンビピグリントラップを作ります。アイテムボーナス3の剣を持って待機してたら、金は塊に換算して36,789個、腐肉は26,190個になりました。この装置はもともと、1つの点火装置で2つのゲートを動かす。デュアルディスプレイを目指してたので、向かい合わせの2ゲートが1セット、横に連結すれば4つのクアッドまで行けます。ゲート2つで重たいって方は、2個で止めれば OK 牧場。この動画は、あなたの暮らし、カッコサバイバル、を応援する、仮見他社がお送りします。ゲートの数は、効率の決定的な差ではない。みんな大好きゾンピグトラップ。ゲート増やせば、増やした分だけ効率上がると思ってませんか？私もそう思ってて、30分でレベル75まで上がるゲートを2つ並べてみたのですが、倍になってないどころか、1.5 倍にも届かない、実にひどい数字だったんです。溶岩からの点火、水の出し入れ、豚の出現、など、いろんなタイミングが重なって干渉し合ってるのかなと思って、ゲートをチャンクで分けてみたら 1.75 倍まで回復しました。それでもまだ倍には遠いので、2つのゲートを個別に計測してみたところ、溶岩とチャンクが分かれてる方のゲートはパワーダウンしていることが発覚。そこで弱まってる方のゲートにも点火装置を添えて、後方支援してみたら 1.92 倍まで上がりました。そのデュアルゲートを横に連結して、4つまで動かせるようにしたのが、今回作るクアッドゾンピグトラップです。点火方法は私の性癖により、オブザーバーによる溶岩周りのブロック更新と、ピストン運動で発生する溶岩流を合わせたハイブリッドです。消火方法はコスパに優れる4ゲームテックのクロック回路、小さいです。彼の名はフン太郎。スイッチを切ってる時にポータルが開くのを防いでくれます。なので実は、いなくても困りません。悲しいけど、ぶっちゃけいない方が回路が小さく見えてよかったりして。豚さんはポータルが開いた時に、東側か南側から出現します。出現率はハードが一番高いので、このトラップを動かす時は、難易度を絶対ハードにしてください。ゲートへの点火は溶岩の炎症を利用します。溶岩の横にボタンやトラップドアがある時、火が燃え移るのは東西方向だけです。南北方向につけたい時は、ボタンの上下がブロックで塞がれてるとつきます。つまり南北は一手間増えるだけなので、今回はポータルの東側にスポーンさせていきますね。あと、溶岩のすぐ上にブロックがあると火がつかないので、開けといてね。作りますよ。この装置は4つのチャンクにまたがって作成します。4つのゲートとディスペンサーを、それぞれ別のチャンクに設置します。こうすると、ゲート本来の性能を最大限に引き出せるんです。また、ディスペンサーの先で水がひっついちゃうお漏らしも防げるメリットがあります。チャンクを確認する方法は、チャンクの境界を表示するリソースパックや、スライムファインダーを使うと楽です。私が使ってるのはエリンギ氏のウチリティシャデアブロク。ユーティリティシェーダー V6。説明欄にリンクあります。また電卓を使っても簡単です。チャンクの北西の角は必ず0または、16で割り切れる数値になります。方角の確認は、石レンガを置くと簡単です。T 字の溝の、上が北になります。豚さんがスポーンする東は右になりますね。東を向くと、との字の上になります。はい、それでは、北西の角から、チェストを積み上げたい分適当に何マスか登って、東を向いたら、石レンガを置きます。との字の上の方。そしたら、処理層の土台を作ります。4×4。で、中は開けときます。ただ、チェストは1マス開けて、ここ。
反対側にも置いたら、それにホッパーを接続します。たらチェーンを2箇所に対角線に刺して、ホッパー付きトロッコを置きます。レールを置いて、トロッコを置いて、レールを壊したら真ん中に押し込んでやります。すると4個ずつ吸い込んでいきます。4個ずつ吸わないと回収が追いつかないので、必ず真ん中に寄せといてください。そしたら処理槽の床を張ります。それから一段低いところに待機場所の床を張ります。どれぐらいの大きさにするかはあなたが決めることです。そしたら 2×2 のピストラを作ります。スタート地点にドロッパーを置いて、それをオブザーバーで観察します。で、その信号が伝わった不透過ブロックの上にファーストピストンを置いて、半時計回りに置いていきます。ピストン4つ置いたら、ピストンの側面にレッドストーントーチを置いて、それをオブザーバーで観察。ピストンにトーチ、それを観察。それを繰り返して、最後のピストンにもトーチを置いてドロッパーへ伝えます。すると信号が循環していくので、循環すれば OK。 経験値はここから取り出すので、ハーフブロックを置いて、その中にトライデントを3本投げ込みます。3本あれば十分。逆に3本ないと火力が足りないかもしれない。レバーで止めておきます。そしたらトーチの上に柱を立てます。間もガラスで埋めて、そしてこの位置にトーチタワーが来ます。不透過ブロックとトーチを交互に置きます。柱はトーチの上に18個かな。この処理槽の床のから19ブロック上になります。待機所からは20ブロック上なので、待機所が11なら31まで上がります。他も伸ばして、柱が立ったら統合板は氷点下30度以下でロケット花火でガラスが立ちますので、どこから突っ込めばいいんですか。間を、柱の間をブロックで埋めて、トーチタワーも伸ばしていきます。水路を貫通する形になるので、先に伸ばしておいた方がいいと思います。柱と同時に伸ばしていくと楽ですね。どっちでもいいか。柱の高さより上にブロックが来て、その上に点灯したトーチが来ます。ここで方角と座標を確認しておきましょう。石レンガを置いて、あっちが来た。で、チャンクの角ですね。そしてここ、そこから3マス右に柱を立てます。その4ブロック目の高さにブロックを置くと、ここが黒曜石の角になります。あっち側に豚さんが湧くので、南側へこっからゲートを伸ばします。22マス先まで行けば23個、ゲートの最大サイズ 23×23 の23個になります。あ、22マス目角は節約しときましょう。で、ここから上に伸ばしていきます。これも22ブロック上まで、最初に立っていた場所から座標に Y 座標に22を足せば、どこまで登ります。角は節約して、今度は引き返していきましょう。ゲートはでかい方が豚さんが湧きやすくなるので、マックスサイズにします。下からもつなげて、はい、23×23、内側は 21×21 ですね、ポータルは。そしたら2個目のゲートを併設していきます。1個目のゲートから3ブロック間を空けて、4ブロック目に2つ目の黒曜石、ポータルが来ます。大きさは同じですね、 23×23。 角は節約して、
ゲートの上は分け潰ししておきましょう。角から11マス目が真ん中になります。はい、では水路を作っていきます。豚さんはこの高さに湧きます。足が東側に湧くのでこのラインに湧きます。なので水路を開口部から柱があって、ここから1,2,3 で4マス目で1ブロック上がって、そこから1,2,3,4,5,6,7,8 で9マス目で1ブロック上がって、ここから1,2,3,4,5,6,7 で来たらネザーゲートの内側に届いているので端っこに柱を壁を立てます。開口部のある右の段から6ブロック、8ブロック、7ブロックで合計21ブロックですね。次は水路の壁を立てます。折り返してここは2ブロックくらい出てれば OK。 とりあえず今回で OK。 次はトーチタワーを囲っていきます。トーチタワーが水路を貫通するなんて我ながら斬新なデザインですけど囲ってください。囲ったらここにボタンを置きます。ここだけ水をせき止めます。で西側行きましょう。2マス伸ばしてゲートここにあるからここまで、でそっから開口部から3マスでこっち伸ばしていってあっちとつなげます。東側とつなげます。そしたらもうあとは一緒、東側と長さを合わせて延長しますですか。たらね、奥も橋が立てて壁を埋めてってください。床も張ります。ずっと置いてる間何喋ったらいいんだろうね、教えてください。たらあこっちも埋めまして、なんだろう、ね、早送りすればいいのかなっていうかはい、埋めてください。埋めてね、埋めるよ。はい、たら水を流していきます。はい、ワックスかけて、ワックス取ってワックスかける。はい、バケツ2杯いきますよ。こう流されて7マス流されて落ちて、こっちは8マス目でこう途切れるので開口部から遠い方、ここに1個だけ水を流します。そしたらここまで流れてきます。割といい加減な水流だけど、豚さんがね後から来たのに押さげていくから大丈夫です。はーい、点火装置いきますよ。この装置唯一のクロック回路を作ります。あ、違った。その前にディスペンサーを設置します。ディスペンサーここ。壁際にね、両側に2個設置します。そしたら、ブロック1個追加して、ここに太化ブロック。で、粘着ピストンを引っ付けて、それにトーチを刺します。トーチの上に太化ブロックを置いて、繋いだらそれをリピーターで取り出します。ノタッチ。レッドストーン置けば、はい、これでクロック回路完成です。簡単でしょ。こいつが心臓です。でレバーで止めときます、一旦ね。そこにレッドストーンブロックを粘着ピストンに引っ付けてパウダーを敷きます。でディスペンサーに両方に水を入れたらレバーを解放してやるとピストン下げて水が出ます。ピストンが往復してるので必ず水が引っ込んだ状態で止まります。粘着ピストンを使うのはここだけなので、これ1個だけなので
行商人を殴ってでも拾ってきてください。続いてトーチタワーを延長します。トーチタワーを伸ばしてここまで延長したら、上にもトーチを乗っけて、あ、トーチ消えてますね。こうついて、あ、下のレバーをオンに、オンで止めとく形ですね。でクロック回路まで繋いでやれば、止まります。はい、そしたら発火装置に行きます。ハーフブロックで OK です。伸ばしてやって、パウダーを置いたら、それを観察、オブザーバーで観察します。で、オブザーバーのお尻から、レッドストーンを延長したいので、ハーフブロックを、6マスかな ?6 ブロック。ハーフブロックを伸ばして、レッドストーンを置いたら、こっから、ハーフブロックをあと10マス伸ばします。ゲートとの間は1マス空きます。10ブロック。ここには点火装置を乗せるんですけど、点火装置も、チャンクをまたいだ方が、パワーが上がるので、きっちり、真ん中で分ける必要はないんですけど、今回綺麗に真ん中に置いときます。真ん中で分けときます。で、発火装置を置いていきます。まずはピストン。上向き。で、次がオブザーバー。で、ブロック。ピストン、オブザーバー、ブロック。ピ、オ、ブの順番で、最後はピストンで締めます。ピ、オ、ブ、ピ、オ、ブ、ピ、オ、ブ。ピストンで締めます。つまりピストンに始まりピストンに終わるということです。で、炎症を支えるためのトラップドアを、溶岩の高さ、溶岩とゲートの間にトラップドアを置いていきます。横はこぼれないようにだけして、で反対側にもトラップドアを設置します。ここなんか下に床を置いて上にボタンでも OK です。だがオブザーバーの上にだけ溶岩を置きます。3個でいいです。3個で済みます。はい、この時点で動かしてもゲート 1.7 個分の性能があります。これに後方支援装置をつけるとさらに 10% 効率がアップします。で、その前にふんたろうさんを先につけちゃったので先に紹介しときますね。ふんたろうさんはトカップのスイッチをオフにしてるときにゲートを閉じておきたい人におすすめです。作り方は簡単で、トーチの上に不透過ブロックを置いてその横にピストンを置きます。これで手前側のゲートは制しました。後ろ側はトーチの横になんかブロックを置いて、でその上にレッドストーンを置きます。で、最初のピストンの裏に不透過ブロックを置いて、それにピストンを設置します。すると、後ろ側のゲートも制しました。仕上げに、クリーパーの頭を設置しておくと完璧です。足元に石臼を設置してやると、もっと強くなれます。こっちにもつけとくと、ブーン、楽しそうです。はい、以上が、ふんたろうの作り方でした。はーい、かっこいいです。それでは後方支援装置行きましょう。ディスペンサーの信号を1マス伸ばしてやって、それをオブザーバーで観察します。黒曜石に伝えたら、それを裏から取り出してやって、あとは最初のピオブ装置をコピーするだけです。ハーフブロックはここまで。レッドストーンをつなげて、はい、行きます。ご唱和ください。ピッ。お、ぶ、ピ、お、ぶ、ピ、お、ぶ、ピストンで締め、ピストンに始まり、ピストンで終わる。裏側にはもう点火する必要がないので、普通に塞いでおきます。で、ゲート側にはトラップドアを設置して、溶岩をオブザーバーの上にだけ設置します。これで完成です。これで片側。デュアルゲート、デュアルポータルは完成。この時点でゲート 1.92 個分、ほぼ2倍、ほぼゲート2個分の性能に達することができました。この時点で動かしてみて、
ゲート2つで重たいなーっていう人はここで止めといた方がいいですね。で、基本的に水は動かしていられたりダバーしないんですけど、装置を動かしたままログアウトしたりすると水が出っ放しになったりするので、一応水止めを設置しておきます。でもし豚さんがプカーってなってこっから出てこられたらまずいので、上陸されるとまずいので、ガードを立てておくと万全です。裏側はこんな感じで防水できます。はい、いよいよ右側のクワッドピックマンを作っていきます。基本的に左右対称というか反対側にミラー的に作ればいいんですけど、まず処理層は最初の処理層から1ブロック開けて作ります。で、回転が反対方向になります。土台を設置して、ホッパーとチェストは同じ置き方で、ホッパー付きトロッコも同じように設置してください。処理槽の床も置いて、ピストンは回転方向が逆なのでピストンも逆回転で置いて、ピストンにトーチ刺してオブザーバーで観察する流れは同じですが、で最後はね、トーチはいらない。隣の回路から信号をいただきます。左を動かすと右にも伝わっていきます。たらトライデントを3本刺したって、経験値穴を塞いだったら筒を生やします。ゲートも反対側に生やしたったら、真ん中は節約できますね。プラス63個でいけます。角の節約と脇潰しも忘れずに行って、はい、続いて水路ですね。水路もラインは同じで、ここ壁が来て、違うのはここ開口部がある横幅6マスのエリアだけですね。処理槽が移動しているので、それに合わせて開口部も移動してます。なのでこんな感じで開口部の周りをね、こんな感じで囲ってやって、コギャンですね、コガンなんです。さあ残りは同じです。一段上がって8マス先まで、また一段上がって7マス先まで行って端まで到達。開口部が6マス、真ん中が8マス、奥が7マス。はい、ここから壁張って床張って奥に水流すまでは同じです。はい、床と壁を張り終わりましたら奥に水を流していきます。もうワックスかけて3箇所に水を流して、奥から7マス8マス、ここで止まって、外交部は先にここと、ここにボタンとここにボタンを置いて水をせき止めます。で、水はこの奥の2箇所に流せば OK。 はい、たら右翼の点火装置の前にフン太郎を延長します。左翼のフン太郎からここから一段上げて伸ばしてやったが、不透過ブロックを置いて、それにレッドストーン伸ばして不透過ブロックにピストンを置くだけです。顔も忘れずに、はーい、フライングフン太郎です。これで真の力が発揮されます。冗談はさておき、消火装置は不透過ブロックの両サイドにディスペンサーを設置して、お隣のクロック回路からレッドストーンで延長したら両サイドに
水バケツをセットします。ただその延長したレッドストーンをオブザーバーで観察してレッドストーン通路を伸ばします。ギリギリゲートのギリまで来ます。ただ点火装置の分10マス開けて、開けたらそっからレッドストーンでつなげます。でここは、はい、恒例のピオブを繰り返して、もう覚えましたね。ピオブまたかな、次ぐらいで完璧かな。で今度は床を置いてボタンで点火していきます。なんとなく深い理由はありません。オブザーバーの上にマグマを置いて後方支援に回りましょう。レッドストーン通路を、レッドストーン通路を伸ばしたら、伸ばしてはい、ピオブ、はい、ピオブです。はい、ピオブ来ました。ピオブでお願いします。ピストンで締めます。でも裏は裏は囲うだけで、はい、こっちも床を置いてボタンを敷きます。それがオブザーバーの上に溶岩を置いて、あ、レッドストーンをつなげておきましょう。あ、もう完成してますね、これ。以上がクラッドゾンピグトラップの作り方でした。今回のトラップが完成するまでにいろいろ散々試してみたけど、最終的にはディスペンサーとゲートを別のチャンクに分けただけって形になりました。たどり着く先ってシンプルなものなんですね。まあ過程が楽しかったりするので、ミタさんのワールドを配布してほしいというお客様もいるようなので、そうですね。じゃあこの動画が50万回再生されたら、いや高評価1000いったら配布しましょうか。そしたら皆さんの方でもいろいろ試してみちゃってくれちゃって、ここをこうしたらもっと良くなったよとか教えてくれたら嬉しいです。仮に他社の社員の方は今日活動よろしくお願いします。はい、さてさて、たくさん手に入った金は仮に他社の新卒ピグリンガチャで使ってね。これ本当に簡単なのにすごくて面白いですよ。いやーん、動画27分台に収めたかったのに、エンディング考えたらもう無理ー。やけくそー。それでは皆さん、楽しいゾンピグキンライフをお送りください。それじゃあまたね、バイバイ。